ジでこいつムカつくわ。え、何がですか？え、 CM と全然違うじゃん、お前。え、なんでお前が携帯だよ。いや、どっからどう見たって携帯でしょ、私。いやお前防水携帯だろ。なんで汗拭いてんだよ。いやちょっと待ってください。防水携帯だからって内側から湧き出てくるものを恐れられない。いや、何内側って。あの、ちょっと待って、勘違いしてきたから。私は常日頃からね、防水のオイルをいろんなところから出してるわけです。だから外から来る水に関しては守ってます。いやそれで今日修理出したんだろ。今日で16回目だぞ。もうしかもさ、言いたいことがすごいある。何ですか？お前、携帯の概念を覆してた。はい？いやうちね、あのね、表面に幅があるのはね、許せるんだ。わかるわ。ああ、お前、横向いてみろ。なんで同じ幅なんだよ。だから、そういう仕様なんですよ。あなたが私を選んだんですよ。仕様って何？しかもさ、ディガディンドン、ディガディンディンドン、ディガディンドン、ディガディンディンドン、ディガディン。ガチャ。もしもし。ああ、すげえイライラしてるよ今。なぜかって、うちのスマートフォンが全然スマートじゃないから。ね、何？声がベタベタしててよく聞こえない。また後でかけ直すわ。じゃあね。その顔、また私の悪口を言ってたんでしょ。言ってないです。私が聞こえなくなると思ってすぐ悪口言うんですからね。言ってないから。ごめんなさいね、カエラじゃなくて。いや、それは言ってない。それはわ言ったんだ、悪口は。もう最悪だ。いや、確かにね、お前をね、買った時ね、カエラじゃないのって思ったよ。いや、でもそれにね、機能もいまいちだからね。パッチン、ちょっと待って、言わせてもらいますよ、ご主人。何？あなた、私毎朝あなたを起こしてるでしょ。うん、綺麗に起き上がったことないですよね。まあ、それはないけど。30分間5分おきに歌う私の気持ちを考えたことあんのか。だらしがねえな。はあ、はあ、はあ、じゃあ、お前ゆい歌ってみろよ。いや、この状況でおかしいです。ゆい歌えや。負けてないやん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 。手が届きそう。おい、やめろ、たくさん。お前、その 100% だよ。そのクオリティで起こされるうちを哀れめよ、うち。お前、そのバカじゃねえの。もうさらにカッチンときたから言わせてもらいますけどね。あんた充電するとき乱暴にさしすぎ。痛い。いや、そのしかも刺し方下手くそなんだよ。投げるし、ざけんなよ。いや、そのたんびにうちお前の汚いケツ見てっからな。おできできてんじゃねえよ、バー。ドット柄です。いい風に言ってんじゃねえよ、バー。本当にマジでもう。何怖い。あなた忘れてません。私にそんな口聞いていいと思ってんですか。なんで。私データ初期化できますよ。あなたのデータ全て消せるんですよ。いや、ちょっとそれやめて。それやめて。アドレスとか全部消えた後に私のありがたみがやっとわかる。あなた何もわかってないからね、今。あ、そういうこと言っちゃうんだ。はい。じゃあ、機種変するわ。いや、それはやめよ。もっと綺麗なケツのやつにしよう。泣き方きたね。またこれで倉庫に逆戻りじゃん。めんどくさい。すげえめんどくさい。嘘。修理出そう。どうもありがとうございました。